幻を見ているのか。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。天部降臨は完璧に定められた調和の取れた世界、故に調和を乱す者を完全に葬る究極の戦陣。何？一騎、君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。天部降臨。釈迦の目が開いた。バカ、腕が、足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じない。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのが全部慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムサムサ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シン、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。兄さん。バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。まさかこれが第七巻究極のコスモ、セブン戦士。シャカ、今俺のコスモは六感を失ったことで、お前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうだ、シャカ。神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だ。さあ、シャカ、俺と十年のことであの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ、シュッ。聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん、この月に生まれ変わってきた時も、お前とはまた兄と。